南の狼座付近にとても明るい星が現れました。普段は見えず一時的に現れる星のことを覚星と言います。この夜現れた星はひときわ明るかったようで、藤原の定家の明月記では大覚星と記されています。しかし大覚星はやがて人々の目から消え去りました。再び脚光を浴びるのは千年近くも後のことになります。20世紀後半、電波や X 線で宇宙を見ると大覚星があった方角に星の大爆発の跡が見つかりました。大覚星の1000年前の輝きはその大爆発だったことが分かりました。そして2006年、大覚星1000歳の年に X 線天文衛星スザクによる記念撮影が公開されました。スザクはアスカに続く日本で5番目の X 線天文衛星です。胴周りは直径2メートル程度ですが、全長は6メートル半にもなります。中には何台もの X 線望遠鏡を積んでいます。X 線望遠鏡にとって金やプラチナは重要な材料です。X 線は金などで作られた鏡にスレスレの角度で当たるときれいに反射します。でも鏡1枚分の反射はわずかなので、効率よく X 線を集めるためスザクの望遠鏡はたくさんの薄い鏡がバームクーヘンのように並んでいます。鏡の数はスザク全体で7000枚近くにもなり、小型ながらも世界最高レベルの感度を持つ望遠鏡になっています。X 線で空を見てみましょう。白鳥座の中に大きく目立つものがあります。これも太古に大爆発した星の名残で、 X 線では今もとても明るく輝いています。私たちが見る星空は穏やかな世界ですが、 X 線で見た宇宙はとても生き生きとした力強い世界です。星の最後の大爆発を超新星と言います。明るく輝き始めた星の正体は星の命が終わる時の輝きなのです。そして星の名残を超新星残骸と呼びます。大覚星や網状星雲などの超新星残骸は、X 線のような目に見えない光で見るとダイナミックな姿を表します。星のおしまいの大爆発はどのようにして始まるのでしょうか。星は核融合という方法で燃えています。爆発間近の星は激しい核融合の圧力で大きく膨らんでいます。星の中ではさまざまな元素がいくつも積み重なって燃えていきます。太陽より10倍ぐらい重い星になると、星の中心には鉄などの燃えない元素がたまります。やがてものすごい温度と圧力で鉄の中心部が潰れるとき、大爆発の引き金が引かれます。このアニメーションは最新の研究をもとにコンピューターで計算された超新星爆発の瞬間を30倍のスローモーションで描いたものです。星の中心は最初とてつもない速さで潰れます。その反動で大爆発が始まるまでの時間は文字通りあっという間です。コンピューターの発達と天文学の進歩で、
私たちは超新星の新しい姿を見ることができるようになりました。この爆発の中でいろいろな元素が宇宙に飛び散り、新しい星を生み出す元になります。実は私たちの体を作っている炭素や酸素もこの時宇宙にまかれたものなのです。宇宙の見えざる真理を発見するため、新たな国際 X 線天文衛星 NEXT が地球を飛び立ちます。